九州市の鳥町食堂街一帯で起きた大規模火災から今日で半年です。跡地の活用についての話し合いに向け動き始めました。更地となった現場にはまだ火災の爪痕が残っています。今後はこの土地をどのように活用していくかなどについて話し合いを進めていきます。1月3日、小倉北区大町で起きた大規模火災。36店舗、2700平方メートル余りが焼け、およそ2000トンの瓦礫が発生しました。跡地について北九州市民は、いろいろ食べるところを行った方がいいですね。休憩するとこは欲しいです。木造のところってやっぱりどうしても火災が出やすいので、例えば鉄筋コンクリートとか、もともと飲食店だったので、まあ、それに代わるようなものができたらいいんじゃないかなと。今後、地権者や商店街の組合による復興のための新たな組織が立ち上げられます。鳥町食堂街の関係者によりますと、ビルを建てる、再開発を行う、屋台村のような場所にする、3つの選択肢をもとに方向性を定めていくということです。食堂街での再建を目指す店舗も。4月末、小倉井筒屋で営業を再開した焼きうどん発祥の店、だるま堂です。やっぱり食堂街として復活させたいっていう思いをお持ちの地権者の方が多い。必ずだるま堂はあの場所に戻っていきたいなと。関係者は土地の活用方法などを決める会議を今月中に始めたいとしています。だるま堂の焼きうどんが美味しいんですよね。あの鳥町でも本当にシンボリックな場所だと思うので、まあ、この復活への思いっていうのが鳥町食堂街全体の後押しになってくれることを願っています。心から応援をしています。